はい、皆さんこんにちは、中島健太です。今回はですね、モネの、日傘を差す女、左向きという作品を書かせていただいたんですが、みなちゃん、おいで。はい、みちゃん来た。確保。ここだ。はい、捕まえた。よいしょ。ね、というわけで、はい、ミシャさん、今回はモネの作品を旅しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、モネの作品、今回の、日傘を差す女ですが、1886年の作品なんで、モネが46歳ぐらいのね、もう本当にその、筆色分割という彼オリジナルのね、作風を編み出して、非常にその円熟した技術が、ある状態というか、本当に描いていてもね、彼のなんかこう非常にその、計算し尽くされた、技法というんですかね、あのパッと見るとなんとなくこう未完成にも、見えるところもあるんですが、でもやっぱり改めて描いてみると、すごく計算し尽くされているというかですね、あのやっぱり影色の使い方、光の当たるところの使い方、まあ、そしてね、やっぱりそのモデルの捉え方っていうのが非常にその、モネ独特というか、あの誰を描いてるかわからない、抽象化されたモデルというんですかね、そういう姿っていうのが非常にその見る人の心を、揺さぶるというか、想像力をね、あの描き立ててくれますよね。あのモネ本当に僕大好きで、次回もね、あのモネの積みわらの作品を、ミシャと一緒に旅したいと思いますので、ぜひ次回作も楽しみにしていただけたらと思います。それではまたお付き合いください。